はい、週刊と絵画こと買取プロの田中です。2年待ったぜということで、ボストン美術館展がですね、東京都美術館ですね、今年の7月から開かれます。これね、待ったぜっていうのはこれどういう意味かというと、2020年に開かれる予定だったんですが、まあ、いわゆるコロナの影響でですね、まあ、会期が、まあ、延期になって改めて、今年やるということです。で、まあ、僕の思うこれ、まあ、この主催者の人が何を目玉と思ってるのかちょっとこのチラシだけ見ても分かんないんですけど、まあ、僕が目玉と思ってるのはこの「君の弟のニット絵巻」っていうのがございましてですね、これ「君の弟のニット絵巻」ってここだけ読むとこれ読めない人もいっぱいいると思うんですけど、まあ、これ有名なんです。何が有名かというとですね、ボストン美術館持ってるんですけども、まあ、日本の、まあ、はっきり言って国宝にあたるような、まあ、品物なんですね。まあ、値段で言ったら、まあ、何億とか、まあ、まあ何億ってつけたらいいのか、10億とか20億とか言ってもいいのか分かんないですけど、これが海外に流出するした時あったんですよ。というのはですね、東京美術クラブの折り立てに、これ何年だったかな、ちょっとすみません忘れましたけど、まあだいぶ戦前だとかですね、だいぶ昔にですね、まあ、僕らも今所属している東京美術クラブってもうかなり大昔からあったんですけど、そこの折り立てに出されて、ちょっと多分この図が多分そうだと思うんですけど、まあ、重要な美術品だったんですけど、確か、関東で、あ、だから大正か、関東大震災かなんかあって、その景気が悪かったということで、まあ、あんまお金を用意できる人はいなかったんですね。確か美術賞が19万円で競り落としたのかな。だけど、その当時の19万って、まあ、それに1万ぐらいかけたらいいのかな。ちょっと正確な値段なんとも言えませんけど、まあ、今で言ったら多くの値段だと思ってもらっていいと思います。でそれを売り出したんだけど買い手がなかったんで、まあ、海外の方に売ったわけですね、結局ね。でその売った方はまあ非常にその国賊と言っていてですね、責められたそうです。そんな重要な美術品をですね、海外に出したということで、まあいかんぞということで責められたらしいですけど、売った方はですね、なんで俺が責められなくて、その美術品をちゃんと生かしたのに感謝してもらっても、そのなんで非難されなきゃいけないんだってことに、まあ、なったらしいんですけれども、それは気持ちは僕もよくわかります。じゃあどうするんだって話ですからね、日本人買わないのに。今だってそういう傾向ありますよ、重要文化財とかって。でこれはそれをきっかけに重要美術品法というのは整備されて、今の重要文化財法になってですね、重要文化財国宝というのは、まあ、海外の方は買えないということになってます。でまあ、そのぐらいの重要なの美術品だったんですけども、まあ、その日本人が どういうふうにですね、自国の宝をですね考えるかというきっかけになった作品で、そのボストンにあるものがまあ返ってくるというのが目玉なんですが、まあ、この展覧会の趣旨としてはですね、権力と美術品というのは常に共にあったということでもってですね、このボストン美術館の、まあ展示をですねキュレーションされたようですね。だから芸術かける力という題名になっていますね。でまあ話をですね、重要文化財の話に戻しますとですね、重要文化財法に指定されている美術品というのはですね、やっぱり高いですし、それから、国、日本国以外に出しちゃいけないというね、足かせがはめられています。この足かせというのが非常に今ある種問題になっていましてですね、中国系統の美術品というのは、まあ、その足かせを無視して海外に勝手に流出させる例というのが、まあ、後を絶たないということで実は、非常に問題になってますけれども、まあ、中国系のものって中国の人が、まあ、もう要するに法律無視で無理くり買ってって、まあ、流出させちゃうわけですよね。でこのことの問題もありますし、一方でやっぱ相続等で手放したい方いらっしゃるんですけれども、重要文化財ということで非常に重要な美術品だと、まあ、やっぱり評価というのは、まあ、
かなり高くつけなきゃいけないんですけど、実際にそれを買う方がいらっしゃらないという現実問題があるわけです。まあ、そうなるとですね、じゃあでもその人はもうお金にしたいということがあった時に、じゃあそれどうするんだという話があるわけですよね。でそうするとですね、もう日本人は世界の中で相対的にお金がありませんから、海外の方ですね、でしかも日本の美術が十分に理解できて、しかもお金があるという方はですね、むしろ海外に多くいらっしゃるという、まあ、現実もありまして、じゃあそれどうすんのということで、日本の美術品を最も大事にしてくる人は最もちゃんと高く評価してくれるだろうという考え方もあるわけです。そうした時に重要文化財法というのは何ていうか私文化しないのかという問題がございましてですね、これはあまり表立って議論されているのは僕は聞いたことないんですけれども、でも私はこれはどうするかということは本当はちゃんとその国民的議論が起きなきゃいけない問題だなと思っています。まあ脱線してますけれども、まあ重要文化財というか、まあ、日本のこのあれいわゆるお宝ですね、本当の金額で言ったら、まあ、重要文化財に指定されていると、まあ安くても数千万に、まあ高ければまあ何億とか何十億とかいう値段になるわけですけれども、そういったものを実際にどうするのかということは、まあ今後非常に大事な問題になるんじゃないでしょうかね。皆さんお金のことになると、お金って何でも鑑定団的に興味を持つ方いると思うんですけれども、実際に持ちの方ってやっぱり何百人かいらっしゃるわけですよね。でその方にとっては結構重い問題だったりもするわけで、で国にも十分な予算がないということも現実にあります。だからこの問題はあんまり軽くない問題でもあるんですね。まあそういうことでボストン美術館のついでに重要文化財の問題点についてもお話してみました。私どもですね、重要文化財についても、まあ、取り扱い、何回かしておりますしですね、そのこと変なことに事情についても理解しているつもりですので、なかなか扱いの難しい美術品でもきちんと、対処いたしますので、ぜひ、ご連絡いただければと思います。そういったものについて評価とか、相続あるいは売却についてどうしたらいいかということはお気軽にご相談ください。別に僕らにご相談されたからといって無理に売れとかいろんなそんな難しいことは言いませんので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。はい、ありがとうございます。